どうもこんにちは、アイクスです。今日もエカナンやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ってな感じで今日は1回戦からですね、戦っていきたいと思います。やっていきましょう。な具合でございまして、全体的になんか素晴らしい台になってきたなって思いますので、岩瀬さんはですね、変化球をマスターしてもらいます。強いぞ。全然岩瀬さんエースでもいいんだけどな。なんか岩瀬さんエースで行くよりは、上原さん荷重も持ってるし、白髪持ってるんで、上原さんの先に行った方がチームとしてはええんじゃないか、ええんじゃないかっていう感じでございます。はい、すいません。ふざけはこのぐらいにして、しっかりとやっていきましょう。よろしくお願いいたします。こんな感じで、いやー、ホークスとうとう首位になったね。周東選手えぐいわ。周東選手えぐね。あれはえぐよ。あのね、ホームランえぐかったわ。マジで一人大興奮だったね。これはどっち？第2かな？第2かな？第1なのか第2なのかわかんねえ。どっちかわかんねえべー。どっちかわかんないから、まあいいや、適当にやります。よろしくお願いします。そういう適当にやっていくの、なかなか綺麗じゃないでしょ、みんな。そういうところでね、しっかりと、そういうなんかこう、適当な加減、適当に やってきますよってところも、まあね、普通、いいところなのかなと思いますので、まあごめんなさい、なんか勝手にいいところにしましたが、結構反省はします。わかんないんだよね。なんか第一とさ、第二見分ける方法みたいなわかる方、マジでいたら教えてほしい。マジで教えてほしい。お願いします。心からお願いいたします。肩上げようかな。オールエア多分無理だったの。タケノコ。まあ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 、タケノコに関してはそんなに、いけたらよかったかなぐらいなんで、気にしてはないです。はい、オッケー。もう俺行った。やったー。オールエア行ったぜ。福本、万歳。オールエア万歳だね、みんな。こんな感じで、さっそくやっていきましょうか。行きましょう。こんな具合かな、こんな具合かな。はい、行きましょう。公式戦でございます。公式戦でございます。ます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 寝起きなんであんまり声出ないんですが、やっていきたいと思います。いつもなんか4月に CC とかカットするんで、なんか変な感じ。タケノコ、石田福本、タケノコでいきます。タケノコを3番起用、そのまま行きまして、こんな感じかな。オーダーに関しては行きましょうか。仕上がし、さあ夏本大会1回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録高評価していってください。よろしくお願いいたします。私ですね、もうちょっとで1000人行くことができます。今の時点で994人でございます。あと6人ですね。マジで皆様チャンネル登録高評価していってください。お願いします。皆様のチャンネル登録が私の1000人に向かっての目標の達成あと一歩となりますので、ぜひマジでしていただけると嬉しいです。お願いします。やっていきましょう。いや、長かったね。アウトかい、アウトかい、アウトか、マジか。福本のアウトになるんだ。福本のアウトになるなら仕方ね。いった、だリズーズゴーン。ビッグプレータケノコ、ビッグプレータケノコ、いいね、いいね、強いね、強いと思う。この台なんかピッチャーも3人いるし、しっかりとするピッチャー、上原さんいて、大谷さんもいて、しっかりと岩瀬さんまで控えてるっていう。いや、強いね、この台は。正直天聖 OB3 年間連続ピッチャーだからね、まあ、大谷さんは野手として考えるとしても、もうピッチャーよ、ほぼほぼピッチャー、ピッチャー全特化です。お願いします。いや、天才引きたいな、そろそろ。タケノコ以外の、タケノコ以外に天才欲しいな。石田パスボールを次したら早めな。パスボールですよ。ミスターパスボール。パスボール。あ、これ行くんじゃね？行くんじゃね？行くなよ。行くなよ。マジで超えるなよ。行くなよ。行くなよ。超えるなよ。中江が永遠と走り続けるじゃないか。福本が地味にホームランを打ってくれたことで、しっかりとここも切り替えていけると。だからこれフルヒッチャー。竹の子もブルヒーリーズイズゴーン。本日連発。連発 139m、 いいね、いいね。いやー、ここビッグフライ期待しちゃうね。ビッグフライいっちゃうしょうか。いや、阿部ひついても気持ちに生かせる。ビッグフライ、ビッグフライしか生かさない。もうビッグフライしか勝たん。ビッグフライ、ビッグフライ、ビッグフライのビッグフライ。 いいけどね、大谷さんといったらもうビッグフライよ。もうビッグフライの夢見ちゃうね。夢見る少女いられちゃう。流します。 Oh my god、彼は将来うちのチームを背負って立つ男になると思います。3番あたりで多分バックてくれるね。お願いします。結局今年スカウト組彼しか使ってない、石田しか使ってないっていう。
ね、やっぱりね、結論だけ出すとね、バランスとかはね、オーストしてる人に限ると思うよ。単純に。オーストしてる人やったら、めっちゃいいと思うけど、オーストしてない人からバランスとかはあくまで、バランスにいけますよっていう。バランスっていう選択肢が増えましたよっていう程度に思っておいた方がいいと思うな。これは。いきます。福本。はい、かました。This is gone, big fly. 素晴らしい。素晴らしい。それよ。結局それ。そう、それ。それなんす、それ。そうなんす。ごめん。あと1点取ろうぜ、あと1点。あと1点取ってしっかりとコールドしようぜ。コールド見たいぞ、俺は。君らのコールドを見たいぞ、俺は。君らのコールドを。コールドを頼む、コールド。コールドスリープしちゃう？未来に転送しちゃう？なんか憧れるとかあるよね。未来の景色とか。落ちる？オッケー、ナイス。竹の子うま。今の阿部秀も持ってんのかっていう感じだったね。中へ。ラッキーボー、ラッキーボー、ラッキーラッキーボー。ラララッキーボー、ラララ。ラララッキーボー、ラララ。ララ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 ラ。みんなさ、負け舌ってできる？ロロロみたいな。俺負け舌できないんだよね。負け舌できる人なんか教えてほしい。ロロロみたいな。ロロロみたいなあるじゃないですか。舌出てブルブルみたいな。あれできる人マジですごいと思う。俺できないのよ。パワーヒー初級レーザービーム。パワーヒー、パワーヒー、パワーヒー、パワーヒー。パワーヒーしか勝たん。パワーヒーしか勝たん。パワーヒーしか勝たん。なんで、ノーアウト2、3塁で点が取れないの？ノーアウト2、3塁で点が取れないはマジなしな。なし。それはなし。なし。なしだってアウトです。1塁はアウト。よし。6点取られてきた。5点、6点じゃないよ。6点差にしてきた。大谷さんできます。大谷さん初登板。いいね。大谷さん初登板。そして初打席。素晴らしい。いいよ、いいよ。公式戦初登板ね。公式戦初登板。ゲッツーゲッツーゲッツー。すごい。ノーアウト満塁で1点も取られなかったわ。神。神。石田も代打出しちゃおうかな。でもいっか。石田打ってるし。石田打ってるから打たせます。どんまい。打てなければ岡崎に変えようかなと思ったけど。で、ここ早めにハンダで出しといたんで、ハンダもいけますと。ハンダいけますと。ハンダ僕、待機してます。ハンダ待機してました。ハンダ、ハンダ。はぁ、打っちゃったのかーい！俺の6点！正直なところ、大谷さんもうちょっとホームラン打たれるかなと思ってた。ホームラン打たれるかなと思ってた。正直。ホームランとか点数取られるかなと思って6点差にしてひよっといた俺がいたから、それは俺がいけなかったと思います。はい、そんな感じでございまして、タケノコ福本マルチだ、熱マルチだでもついていいんだよ。はい、つかなかったです。その後ルビマラさん次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。